今日は2023年1月2日。気温も結構上がって11度ぐらいあるんじゃないでしょうかね。天気もいいです。31年前の車にディスプレイオーディオ取り付けました。こんな感じです。はい、おはようございます。今日はカープレイ対応のモニターを買いましたので、それを開封取り付けていきたいと思います。はい、まず最初に箱から出していきます。結構箱の状態はガッチリしております。中華品ですけどもいい感じですね。ユーザーマニュアルが、日本語取説がちゃんとついております。AC 電源ですね。それと固定の台、それと接続ケーブル2個、これダッシュボードの、留め具です。あと両面テープ、クッション付きですね。はい、これを 12V 電源、電源供給します。あ、結構早く反応しましたね。接続します。お、早いですね。カーナビ、まずまずといった感じです。スクロールも意外と滑らかですね。音楽、レコーダーモード、いい画質ですね。これラジオ、ではホンダビートに取り付けていきましょう。どの辺がいいかな、この辺かな。
つながってるのかな。線を接続しますよ。すごいですね。行けます行けます。ナビもちゃんとしっかりと機能してます。こんな感じで着きました。ディスプレイオーディオ。